ファントムキャッツの正体が私だってバレちゃって、きっとあいつは怒ってるんだろうな。やっぱり嫌われちゃったかな。おい、聞いたか？ファントムキャッツのこと。善良な人の家に泥棒に入って王宮騎士団に捕まったって噂が。ああ、善人からも金を盗み取るなんて、ついに正体を現したな。私、ファントムキャッツのことを信じてたのに、裏切られた気分。結局、義賊なんてのはいなかったんだよ。外から声が聞こえてくるにゃ。この声はどうしてここに？私と話しに来た。そっか、わざわざ私と話すために留置所まで来てくれたにゃって。ねえ、もう私は君と話せないかもしれないから、今までのこと全部謝っておくにゃ。貴族のこと今までいろいろ黙っててごめんにゃ。それから結果的に君に片棒を担がせてたことも。私最近うまくいきすぎて調子に乗ってたのかもしれないにゃ。そのせいでよく調べもせずに無実の人の家に泥棒に入ってしまったにゃ。今思えばあの時君が止めてくれて本当に良かったのにゃ。っていうか君の言うことを聞いて慎重に活動してればもっと良かったのにゃ。本当にごめんにゃ。もしかしたら以前のことも遡って君にも責任が追及されるかもしれないにゃ。でも安心してほしいのにゃ。なんとかして君はこの先罪に問われることのないよう努力するのにゃ。全部全部私が悪いって、裁判でもそう証言するのにゃ。だからだからこの会話の後から君は私と無関係の人間になるにゃ。今までいろいろお世話になったにゃ。思い返せば君には助けられてばっかりだったにゃ。初めて会った時も子猫がいなくなった時も私が義賊をしてた時もね。今まで君と過ごした時間楽しかったにゃ。ありがとうにゃ。それじゃあと3秒で君は私と無関係になるにゃ。32、1。にゃにゃな、何が起きたのにゃ。これは留置所の壁が、もしかして助けてくれたにゃ。この匂いは火薬？もしかして爆弾で牢を爆破したのにゃ。バカバカ、壁を壊してまで留置所から私を脱走させて、場合によっては君もお尋ね者になるかもしれないにゃ。それでもよかったのにゃ。後ろを見ろって。
私が盗みに入った屋敷、悪童商会の屋敷にゃ。留置所じゃなかったのかにゃ。ってことはあの騎士団は悪童の手下だった。だとしても悪童はなんでこんなことを。あなたたち、ちょっとお待ちなさい。お前は悪童。悪童、どうしてこんなことをしたのにゃ。私に復讐するならここに直接誘い込めばよかったにゃ。こないだはお世話になりましたね、玉木さん。どうしてこんなことをしたかって、あなたをただ殺しても私の復讐は完成しないからです。復讐が完成にゃ。私の目的、それは近頃世間でチヤホヤされている義賊ファントムキャッツの名声を地に落とすことだったんですよ。ちょっと目安箱に手紙でも入れれば調子に乗って貧乏な家にも泥棒に入るんじゃないかと考えたんですが、狙い通りでした。どこまでもずる賢いやつだにゃ。しかしファントムキャッツ、あなたがこうしてすぐ調子に乗ることは事実です。それでもまだ貴族なんて行為を続ける気ですか。いつまた私のようなものに騙されるとも知れずにね。確かにこないだの私はうっかり間違えてしまったかもしれないにゃ。でもこれからの私には今までと違うことがあるのにゃ。今までと違うことですか。何ですかそれは。それは私のそばにはこいつがいてくれるってことにゃ。確かに私は気まぐれだし、よく考えないで突っ走っちゃうこともあるかもしれないにゃ。私一人なら間違いもあるかもしれないけど、でもこいつがそばにいてくれるなら二人なら違うにゃ。それにもし二人とも間違ってても一緒に地獄に落ちる覚悟はできてるにゃ。クソッ、コアバカ、死になさい。クソ、邪魔をするな小僧。にゃにゃにゃ、これでどうにゃ。離しなさい。今にゃ。ごはは、こんなバカな。ナイスにゃ。悪童は気絶したようだにゃ。今のうちにつらかるにゃ。お、そうだ、どうせならちょっと待っててほしいにゃ。式を見るにゃ。たっぷり盗んできたにゃ。悪童衣装会の悪毒貯めたお金にゃ。これをばらまけば悪童衣も痛い目を見て町のみんなも喜ぶにゃ。だからばらま、これをばらまいてもいいかにゃ。ありがとにゃ。それじゃあ行くにゃ。好きなだけばらまくにゃ。よしよし、それじゃあみんな行くにゃ。にゃー、町のみんにゃ、これはご迷惑かけたファントムキャッツのお詫びにゃ。これでよしっと。にゃにゃにゃー、こないだ間違えて泥棒に入ってご迷惑をおかけしたお家にもしっかりばらまいてきたにゃ。ねえ君、何かと気まぐれで早とちりで間違いを起こす私だけど、これからもよろしく頼むにゃ。